魂の仕組みや魂の年齢、霊覚レベルにとても詳しいスレヌ氏。魂のレベルの特徴などをわかりやすく教えてくれるのですが、今回は、魂の年代とその段階について詳しく教えてくれています。あなたが、何期の何段階目なのかが、一目でわかるようになってます。ぜひ自分の現在地を確認してみてください。自分の現在地を知ることで、生き方が変わるかもしれません。それではどうぞ。あなたの現在地を知る。魂の年代と霊覚判断。霊界の隠し事が判明。魂の年齢の概念を知る前は、大企業の社長や総理大臣や、オリンピック金メダリストは、無条件に素晴らしくて、人格までも素晴らしいであろうと、錯覚してしまう。東大などの有名大学に行く人は、自分とは別世界の超越した方々なんだろうなと、そういう人たちを賛美していたと思う。でも、魂の年齢の知識を知ると、社長なんて所詮、経営が上手で、うまく世の中の需要とあって、運があっただけだし、オリンピック金メダリストも、普通の人より、少しばかり運動神経が良く、身体的に優れていただけだし、東大行く人も、普通の人より、記憶力や知能が高いというだけだし、それってさ、100キロの鉄下駄で歩く、中国人のおっさんや、地面までつくほど爪を伸ばして、ギネスに乗ってる奴らと、実のところあまり変わらないんだよね。ただ、世の中がその飛び抜けた特技や才能に価値をつけてるだけであって、価値がつくとオリンピックや社会的な評価が得られ、価値がつかないと、インドの軟体人間みたいな、変な人、で終わる。ってことは、そんなもの、実は人間を測る基準にはならないってこと。社長だろうが金メダリストだろうが、有名アーティストだろうが、人より飛び抜けた一つの才能を持っている、という事実以外何もない。じゃあ一体、本当の人間の価値の基準とは何だろうか？人間を測る基準とは何だろうか？それが魂の年齢なんです。人格とも言える。人徳とも、人格者と会社の社長、どっちが素晴らしいでしょう？間違いなく人格者。彼ら方庇護霊界に戻ると、人格者の方は高級霊界へ、社長の方は誘拐の仮装に行きます。そして人格者の方は、たまに使命のために誘拐の仮装へ赴き、社長に学びを与える。その時社長の目から、高級霊界の人格者を見ると、まるで神やキリストが降臨してきたかのように映る。それくらい魂レベルには大きな差があるんです。魂の年齢を上げるために、何度も輪廻転生を繰り返すとか、最終的には神との合一が目的とか、本当はこの世の人間は、このことを知っちゃいけないんだよ。霊界の隠し事なんだよ。この世に生まれてくるとき、前世の記憶も霊界の記憶も忘れて生まれてくる。その方が学びにとって都合がいいから。何もかも忘れてる状態で、自分を発見し真理を発見していく過程が、重要なんだけど、現代になってスピリチュアリズムや、魂の年齢みたいな、この世の人間に隠すべき真理を、霊界側があえて大っぴらに伝える意味は何だろう？まあ時代が真理を受け入れる器になったことも一つの理由だろうけど、もしかすると、現世で輪廻を卒業する魂が、たくさんいるから、彼らに向けてのメッセージなのか。今まで何千年と隠し続けてきた、悟りを得た一部のものや、霊能力のある一部のものにしか明かされなかった真理を、今になってこのように多くの人々に広められることの意味とは一体何だろう？もう人間が、最終段階の魂レベルに到達しつつあり、この真理を受け入れる体制が整ったからだろうか？ってことは現世が最後の地上人生で、現世限りで輪廻を卒業する魂も少なくないんじゃないか。霊界のシステムが証明されれば、自殺する人はいなくなり、悪霊をやれば霊界で苦しい状況になるとわかれば、かえって人類は善良になるんじゃないか。ここに書くことではないのかもしれないんだけれど、自己評価低いというのは、本当に生きづらさに直結するな、と、自己評価が低いと、人生の難易度が極端に上がるような気がする。忘年期の皆様は、どうやって自己評価の低さと付き合っているのかなぁとちょっと興味がある。すれ違いかもしれないけれど。自分も自己評価低い方だと思う。世の中の流行りで自分を褒めようみたいなのがあったから、だいぶ前向きになった方。哲学者とか、僧侶とか人とかの問答集みたいなのがいっぱい出てる。それ見ると、私が言いたかったのそれ。そうなのかみたいなのがあって楽しい。むしろ人よりも、何でもそこそこできてしまうけど、頂点を目指す情熱を持てないから、
ダメだなーって思う。仕事の成績も何ヶ月間もグで一番だけど、それは当たり前で、もっと社会に役立つ方向に、仕事ができないか考えてたりする。時々、別の人が1位になった時に、めちゃくちゃ喜んだり、褒められたりしてるの見てびっくりする。自己評価が低いってどういうことだろうね。成績も良くて周りからは評価されてるけど、自分ではまだまだ不十分と思うことかな。それとも、自分という存在に対して、自分は価値ある人間だ、と思えないってことかな。ハードルが高く設定されてるから、満足できないことなのか、単に自分という存在に対して、自信を持てないということなのか、みんなはどう思う？この前の24時間テレビに出てた障害者の中学生の子、師匠とか言われてて、確かに彼の話す言葉には真理が散りばめられていて、あの子を見た時思ったよ。彼は老年期の魂が、あえて障害の肉体を選んで生まれてきたんだなって、ある有名な霊能者の最初の本には、当時、神職をしていた頃に、ダウン症の女の子が来た時、自分はこんな着飾って、高い職を持ってなんて傲慢なんだろう、と深く反省して、神職を辞めたと書かれてある。つまり、障害者の方々というのは、やはり老年期の魂が宿ってる場合が多いと思う。老年期の人の見分け方は、目の中に慈悲がある。つまり優しいんだけど、その裏には悲しみを知ってるからこその優しさを感じる。すべての人の痛み苦しみ悲しみを知ってるから、誰に対しても、優しいし思いやりがある。そういう人は間違いなく老年期だと思う。あまり目立たなかったり、貧乏だったり、地味で暗い人かもしれないけど、そういう慈悲の優しさというものは、無意識に彼らから感じる。若い魂は人間関係や社会活動で、多くのカルマを作ってしまう。逆に、老いた魂は、今まで作ってしまったカルマを清算するための人生を送る。なぜなら彼らはもう地上に戻らないから、という。若い魂は、積極的に役職やリーダーになろうとするけど、老いた魂は、役職やリーダーみたいな責任ある役職に就くことを嫌がるかもしれない。なぜなら責任の重い地位に就くことによって、新たなカルマを作ってしまう恐れがあるから。なので、老いた魂はカルマを作らなくて済むような、責任感の少ない仕事を選ぶ傾向があるのかな？人間関係にしても同じで、若い魂は積極的に他者と交わり、たくさんの交友関係を構築して、その分相手との間に、多くのカルマを作ってしまう。老いた魂は、その雑多な人間関係により、カルマを生んでしまうことを恐れて、狭い人間関係を好むんじゃないか。つまり若い魂は、この世ではいろいろなことに積極的にチャレンジして、たくさんの経験と感動をして、その分たくさんのカルマも作ってしまう。老いた魂は、輪廻の卒業を視野に入れてるから、なるべくカルマを作らないで済むような人生を歩む。障害者の方たちの生き方は、まさにその典型だろう。障害の肉体に宿ることで、今までの様々な過去性で作ってしまったカルマを一度で清算して、障害のために自我が発揮できない状態なので、新たなカルマを作らなくて済む。障害者の方々というのは、現世が地上人生最後の輪廻を卒業する魂の人たちかもしれない。魂の年代にはそれぞれに7段階ある。つまり、入児期の1段階目は、人間としての初めての魂であり、老年期の7段階目は、そろそろ輪廻を卒業する魂というような。これからそれらの段階について詳しく書いてみる。この内容は今までのスレには書かなかったから、新たな発見があるんじゃないかな。自分が何期の何段階目かも、よりわかりやすくなり、目安になると思う。では行こう。入児期。1段階。霊能力を持つことが多い。人ではなく、惑星に共鳴する。知性センターではなく、本能センサーに密接につながっている。保護されている。野生的。2段階。怖いもの知らず。考え始める。社会で生活できる。社会の規則の限界を試す。3段階。やや落ち着いている。最初の3段階目までの人は接触をしない。他人に煩わされたくないので、深入りしない。町外れの偏僻なところに住むことがある。4段階。動物的な接触をし始める。分別がない。調子がいい時は友好的。5段階。極悪な行動をする。他人とは違う存在になりたい。あらゆることを試す。6段階。大量のカルマを返す。転生回数が特に多くなる段階かもしれない。7段階。ずる賢く、生まれつき利口。
社会生活はできるが、個人的な付き合いはしない。心を開き始め、友人や両親のことを気遣うようになる場合もある。幼児期、一段階。他人にどう思われているかを気にし始める。愛されているかどうかが問題。愛される方法がわからない。二段階。第一段階での問題が激化する。愛してもらえないなら、自殺するかもしれない。三段階。第一、二段階でのやり方を諦める。内面に目が向く。外の権威を頼って生き方を決める。四段階。社会の堅実な一員。宗教やクラブに属し、模範を見つけたがる。他人との結びつきを感じる。五段階。穏やかだが、強情かもしれない。奇妙なものを崇拝したり、奇異な行動を取ったりすることがある。六段階。カルマの影響が大きい。人は権威に従うべきだと確信している。七段階。自己満足。愛し愛されていることに気づく。権威者になることを目指す。若年期。一段階。怒りを表す。用心深いが、横柄な態度を取ることがある。二段階。強情主義的。臆病さをドグマでごまかす。権威者になりたがる。三段階。物静か。何もかも捨てて、隠者になることがある。分別臭すぎない。人間があまり好きではない。四段階。友好的で社会的に成功する。平均的な都会派エリート。権威、富、権力を手に入れることが多い。五段階。変わった方法で富と権力を得る。外交的で社交的。六段階。カルマが多い。秀でた能力によって、権力を持つ。何かが欠けている気がするが、それが何なのかはわからない。融通が効かない。七段階。絶対的な権威を持つ。裕福な家庭に生まれる、または職業に恵まれる。権威的な態度、成人期を意識する。自己啓発トレーニングに参加するなど、流行っていることをやりたがる。成人期、一段階。不安。心のつながりの大切さは、わかっているが、あえて何もしない。二段階。成功と人間関係との葛藤に悩む。苦悩する。三段階。物静かだが、内面は激しい。物質的にはあまり成功しない。苦悶する。四段階。友好的、情熱的。何よりも人間関係を尊重する。テレビドラマめいた生活。五段階。感情的な生活。風変わりな服装。堅実な役割を不快に感じる。変化に富んだ役割を好む。六段階。苦悩する。最も困難な段階。非常に感情的。ある人は錯乱したり、神経衰弱になったりするかもしれない。七段階。自己満足。他人との感情的な結びつきができる。教える。サイクルからの下脱にはあまり関心がない。のんびりしている。老年期。一段階。自信に満ちている。まだ成人期に近い。焦って進歩しようとはしない。二段階。劇的な感情と客観性との間を、行きつ戻りつする。三段階。外交的。教えることに関心を持つ。権威的。四段階。穏やか。極めて聡明。平穏な日常生活。教えることが好き。五段階。得意で霊的な考え方。ほとんど浮世離れしている。六段階。非常に多忙。勤勉。精神性を重視する。休むことなく多くを教える。信頼の問題と取り組む。七段階。自己カルマは、ほとんど残っていない。怠惰。一人か二人にだけ教える。需要の問題と取り組む。それぞれの段階の転生回数についても載せとく。入児期。第一段階から七段階までは、それぞれの段階ごとに5から10回。幼児期。第1から5段階までは、それぞれに5から6回。第6段階は4から5回。第7段階は1から2回。若年期。第1から5段階までは、それぞれ2から3回。第6段階は4から5回。第7段階は1から2回。成人期。第1から5段階まではそれぞれ2、3回。第6段階は8から9回。第7段階は1から2回。老年期、この年代全体で4、5回から、30、40回までここの魂の選択に任されている。大いに融通が効くのがこの年代の特徴である。全サイクルを終えるまでの平均的な転生回数は180回ですが、少なければ35回、多ければ400回まで変更可能です。それぞれの段階ごとの特徴。
第1段階、幼児期、幼年期、若年期、成人期、老年期のどの年代でも、その第1段階はその年代への導入期間です。第1段階の人たちは、普通新しい年代の特徴を3分の1、前の年代の特徴を3分の2ほど持っています。例えば、成人期の第1段階の人は、3分の1の時間は成人期らしく振る舞っているにもかかわらず、3分の2の時間は、まだ若年期のような行動をとるでしょう。そのため、第1段階の人たちは、なんとなく未熟な感じがします。例、英国のチャールズ皇太子、第2段階。第2段階になると、新しい魂の年代の性質が比較的強く出てきます。感情センターを使うと、感情的なレベルでその年代が理解できるようにもなります。この段階の人は葛藤を起こすことがよくあります。このジレンマは、各年代の性質をよく表しています。外へ向かいたい思いと、内面を深めたい思いに引き裂かれて悩み、辛い人生を送ることもあります。魂は進化のために努力し続けており、成長を願っています。その願いは各年代の新しい認識力を用いることで叶います。例えば、老年期の第2段階の人は、その年代の見方を身につけようとする一方で、心の奥では成人期に戻りたいと思っていることがあります。しかし、いつまでも過去の認識方法にこだわっていると欲求不満が募る一方です。例、ダイアナ元妃、エリザベス・テイラー。第3段階、一般にこの段階の人たちは内省的で非常に内気であり、まるで隠者のように見えます。また、この段階の人たちは、各年代の特徴を見事に表しています。例えば、幼児期の第3段階の人は、典型的な幼児期の魂の行動をとります。例、ハワード・ヒューズ。第4段階。第4段階は次の段階へ向けて、出発するための基礎固めの時期です。ここではそれまでに学んだことを整理し、応用します。この段階の人は、自分の年代を心地よく感じるでしょう。第4段階は外交的な段階であり、魂はカルマを生み出そうとします。成人期の第4段階の人たちは、この段階の特徴をよく表しており、常に戸惑い悩んでいるように見えます。そして、私は問題を抱えている。とは言わず、私自身が問題なのだ。と言います。彼らがこのような表現をするのは、自分の向き合っている問題と、自分自身を区別できずに、同一視しているせいです。このような傾向があるため、成人期の第4段階では精神病や精神障害といった、人格の崩壊がよく起こります。だからといって、精神障害の人が、すべて成人期の第4段階に属しているというわけではありません。例、ロバート・レッドフォード、第5段階。第5段階では総括が始まります。その年代のすべての段階で学んだことが、結びつき始めるのです。また、この段階は創造の時期でもあります。カルマが多く生まれるので、精神状態は不安的になるでしょう。第5段階の人たちは限界に挑戦し、様々なことを試して、この段階で経験できることをやり尽くそうとします。第4段階の人たちが各年代の典型であるのに対して、第5段階の人たちは、その年代の中の変わり者のように見えます。例、サルバドール・ダリ、第6段階。第6段階でも、第5段階で始めた作業が続きます。つまり、それまでの段階で経験した、様々なことを集約し、理解するのです。第6段階では、それまでの段階でやったことの責任を取り、多くのカルマと取り組まなくてはなりません。特に、成人期の第6段階は、非常に厄介な時期です。そもそも成人期全体が難しい年代なのに、さらに第6段階の困難が加わるからです。老年期の第6段階も大いに奮闘しなくてはなりません。この段階の人たちは、地上のサイクルを離れる準備のために、それまでの年代すべてのカルマを落とすために、何回も転生することもよくあります。例、チャールズ・マンソン、ヨハネ・パウロ2世、マザー・テレサ、第7段階。第7段階は一つの年代の最終段階であり、次の年代の準備段階です。この段階は普通とても快適で、のんびりくつろいで楽しめるものです。第7段階は、人生でも大した苦労もせずに済みます。また、この段階の魂は、同じ年代の人々にとって、最良の師になれます。例えば、幼児期の第7段階の人たちは、幼児期の他の段階の人の教師になると、大いに役立つでしょう。中でも、老年期の第7段階の魂は、自分より若い、
すべての年代の魂を教え導くことができます。本人も、これまでのいくつもの転生で学んできたことを誰かに伝えなければ、と感じるのです。老年期の魂はしばしば弟子や後継者を見つけ、自分の知っていることをすべて伝えようとします。それはサイクルを離れて、エンティテと一体化するための準備です。例、ルーサー・キング牧師、シャーリー・マクレーン。さて、話は変わるが、仏教の中庸って真理だな。最近気づいてきた、個人経営の会社で働いてた時は、社長みたいな絶対君主が現場にいなくて、もっと大きくてしっかりした会社がいいなと思ってたんだけど、転職して大きい会社に勤めてみると、今度は自由がなくて、機械のように動かされるのが嫌になってきた。つまりどちらもいい面と、悪い面があるということに気づいた。他にも、この仕事だけ担当すれば、すごい楽じゃないか?と思い、願いかなって、その仕事だけ担当になったや、否や、思ったのとは違ってハードだったり。そういうことが最近よくある。つまり現状に不満を抱いて、理想の環境を手に入れるんだけど、その理想に不満が出る。仏教の言う中庸って、ほんとつくづく教えられる。自分は今多分、その中庸を学ぶ時期なのかもしれない。ブッダが言った、私は喜びもしない、悲しみもしない、なんとかかんとかって、思ったね。この世はそういう意味で平等なんだと。金持ちも貧乏も、イケメンもブサイクも、多分両方経験したら、どっちを選ぶかかなり悩むと思うよ。貧乏な人は金持ちに憧れるし、ブサイクはイケメンに憧れるけど、実際そうなったら、それなりの苦労と悩みが生じるよ。結果やっぱ貧乏の方がいいや、とか、ブサイクな方がいいやと思う。老年期は自己と他者を比べて、評価するのではなく、他者を鏡として、あくまでも自己の内面を見つめ、評価するので自己評価が低くなる。自己受容ができれば、鏡である他者も受容できるようになる。なんて思いました。合ってるかどうかはわかりませんが。成熟した大人ほど、登れば登るほど、さらに上があることを知るからじゃないか?だから自己評価が低くなる。未熟な子供ほど、幼稚園の番長ってだけで、自分はまるで世界一偉いかのように錯覚しがち。そういう意味での謙虚さを成熟した魂は、持ってるし、幼い魂は傲慢になりがちなんだと思う。それを自己評価の低さということなのかはわからないが。金持ちになっても威張らない。貧乏になってもいじけない。美男美女に生まれてもおごらない。不細工に生まれても拗ねない。様々な家庭は経験するだろうな。生活の中で楽しいこともあるが、必要最低限も欲しかなくなった。いつか死んでも未練はない。リサーチはしたくないが、あとは、肉体から魂が抜け出すのを待つだけだ。よくって良いのか悪いのかわからないな。食欲があるから生きれるわけだし、性欲があるから子孫繁栄して人類が滅びないし、睡眠欲があるから、疲れ取れるし、これらは三大欲求と言われてるけど、その他にも欲はある。物欲や権勢欲みたいな。それらも、もしかしてそれなりに意味があるのかも。物欲があるから、人はよりいい環境で生活できるし、知識欲にしても、それによって博学になるし、神様はもしかして、人間に必要として、欲を与えたのかも。だとしたら、欲を制御したり、克服して消したりすることは、もしかしたらよろしくないことかもしれない。仏教では欲はいけないことと教えているし、欲を克服することが悟りの道と説く。確かに欲によって、人類は犯罪を犯し、戦争をするわけだから、欲は制御すべきなのかもしれない。でも欲によって、人類はここまで進歩し発展したこともまた事実だろう。それがいいか悪いか、正直今の自分の段階ではわかりません。老年期の皆さんの深い洞察よろしく。本当は自然豊かな場所で、大きな庭のある大きな家に住みたい。でもお金がないから、その理想は叶えられない。デザインの美しい会社に、本当は乗りたいが、お金がないから、安いダサい国産車しか乗れない。家の壁にはゴッホやルノワールの本物の絵画をかけて、アンティークの、チェスターフィールドソファーに座りながら、ゆっくりくつろぎたいのに、現実はリサイクルショップで買った、3000円の絵と、ニトリの安いリクライニングチェアでごまかす始末。美味しい霜降りの肉とか大トロとか、毎日食べたいのに、金がないから、スーパーの半額の惣菜しか食えない。そういう現実を突きつけられて思った。やっぱり金だ。と、美しい自分の理想世界を具現化するには、金が必要なんだ。あの世なら、金がなくても、想像しただけで具現化するから容易だろう。
でもこの世で、自分の理想を実現するには、金がかかる。つまり金がないせいで、自分は自分の理想を実現できないでいる。金がないせいで、自分の欲求は満たされない。誰が粗末な住居で粗末飯で満足できますか？ほとんどの人は優雅な住居と料理を求めてる。でも現実はお金がないから、できない。つまり、ほとんどの人は欲求不満なんだよ。この悩みを老年期の卓越した知恵をお持ちの皆さん解決してください。このところレスト待ってたけど、この何日かでまた伸び出した。そのタイミングが偶然と思えない。最近波動を下げてると言って、物欲に支配され魂年齢や精神性の興味を消してから、スレが伸びなくなって、また最近波動上昇して、魂の年齢について意識が向き出してからいきなりレスが伸び出した。これはどういうことだろう？このタイミングは偶然とは思えない。多分、潜在意識下ではみんな繋がっていて、このスレを除くとき、無意識レベルの能力で、お互いに感じ取っているのかもしれない。そういう不思議なことがよくある。自分が思ったように現実に起こる。引き寄せの法則って、今まで信じてなかったけど、本当かもしれない。親が宝くじが趣味なんだけど、親の宝くじが当たればいいなと思うようになってから、高額ではないけど、高確率で当たるようになった。職場で嫌いな人を憎んでしまったら、案の定、彼は病気になって、2週間休んでしまった。最近職場でこの担当になりたいなと思ったら、その担当の人が辞めてしまって、自分が担当になった。そのように、自分の思ったように現実はなっていくよ。だからなるべくポジティブに、自分にメリットある方に思って生きた方がいい。悲観的になったり自虐的になると、ほんとそういう現実が起こるかもしれない。人の想像は現実を作り出す。これって、まさに霊界と同じ現象なんだけどね。霊界は想像すると、目の前に現れるらしいから。なんで人は他非を恐れるのか？人は未知なものを恐れる。例えば人は幽霊を怖がる。それは幽霊の正体が謎だから。未確認生物や謎の秘密結社や、宇宙の果てなども、同じ理由で怖い。自分の将来のことも不安なんじゃないか？なぜなら未来は誰にもわからないから。話を戻して、他非の恐怖の根本には、他非後の世界や他非後の自分の存在について、全くわからないことが原因。つまり他非後の世界や生命を知識として理解できれば、他非への恐怖は消える。単純な原理、どうすれば他非後の知識を学べるのか。それはスピリチュアリズムの霊訓を読み漁ってください。そしてその得た霊的知識を、様々な宗教により、様々な角度から照らし合わせることで、より深い信念となります。それは信仰心と呼ぶもの。それを信じながら生きてると、人生の中で不思議な出来事が起こってくる。その不思議な出来事をいろいろ経験すると、見えない世界は存在する。他非後の生命はある、と体感として、確信できるようになる。その時ようやく、他非への恐怖は根本からすべてなくなる。逆に他非後の生命の美しさを知り、寿命が来るのが待ち遠しくなる。そのような心境になるのが望ましいです。自分も昔は他非んだらどうなるのか？不安で悩んだ時期もあった。自殺もよく考えていた。でもシルバーバーチなどのスピリチュアリズムの本をたくさん読み、またいろいろな宗教も学び、霊的能力も出てきて、ようやく他非への恐怖はなくなった。他非後の世界があると自分も確信したけど、いざ他非の時になると怖くなると思うたぶん。魂年齢とか霊覚レベルとか言うと、難しく感じるけど、簡単に言えば、心の優しさ度合いってことなんだよな。学生の頃にクラス内でいじめがあって、半数の人はいじめに加担して、半数は傍観者で無関心で、極少数はいじめられっ子を哀れんで、かばったり守ったりする。この場合、いじめに加担する人たちは、霊覚の低い魂で、傍観者は悪ではないが、善でもない発達段階の魂で、かばったり守ったりする人は、老年期の霊覚高い魂、ということなんだよ。人の迷惑かけたり、やんちゃしたり喧嘩したりする人は霊覚が低いし、誰にも迷惑かけず、喧嘩せず、真面目に生きてる人は霊覚が高いんだよ。子供の頃、生きた虫やカエルを解体して遊んで楽しんでる連中の中で、ああなんてむごいかわいそうなことをするんだこいつらは、と思ってた人は霊覚が高いんだよ。どんな小さな生命にも思いやりを持つことができるほど、高度に発達した魂の性質。魂がまだ幼い発達段階にあると、同情や思いやりや、人の痛みなんか全く知らないから、
平気で残忍な行為ができてしまうし、平気で裏切ったり、人を傷つけたりする。そしてその魂の心の価値は、外面的な容姿や地位では測れないということ。一国の大統領より、もし思いやりが深ければ、あなたの方が、本当の霊的世界では格上ということになります。魂の年齢という人生のカンニングペーパーを知って、最短で輪廻を卒業するのも、知らずに寿命を得て、何度も何度も気づくまで同じ性を繰り返すのも、選択は自由意志のある人間側に委ねられています。ヒントはこのスレに全て書きました。霊能力は生まれた時から持ってる才能だからどうしようもない。凡人が努力しても、一郎にはなれないのと同じ。霊格は昇進すれば上がるだろ。自分はもともと能力なかったけど、20歳から魂レベルを上げるように生きてきて、10年後くらいでようやく、霊能力みたいなサイキック能力が出てきたよ。釈迦の弟子とかも、修行の結果、神通力つまり霊能が出てきたというし、魂の成長とともに、背後の方々とのつながりが強まり、その結果、不思議な現象が起こるんじゃないかな。しかもその能力は、悪用しないと思われる高潔で善なる魂に授けられるものだから、もし悪用すれば、その能力は消えてしまう。悪用した結果、精神的波動が下がり、背後とのつながりが断たれ、使えなくなってしまう。だから、霊視やサイキック能力が使えるというのは、ある一定以上の魂レベルに到達した証明になるかもしれない。だって自分って神なんじゃないかと思えてくるよ。その能力使えるようになると、人の家の中覗いたり、人の心の中を覗けたりするから。無責任な人間に、この能力を神は授けないでしょう。授けるなら信頼できて真面目で、神の道を正しく歩んでる者にこそ授けると思うし。でもこの前物欲レベルに波動を下げてから、能力が使えなくなってきた。自分のレベルが落ちてしまった証拠なんだろう。明確って言ってもよくわからないね。ちょっと修行したから上がるようなものでもないと思われ。それより波動とかの方が、魂も年代云々関係なく、実用性がある。人格磨く修行をしていたら、それに類似した霊格の霊魂、過去性の因縁霊が寄ってくるとかはあると思うけどね。それが必ずしも、良いこととも言えないから難しいけど、両ら両とかもあるから。生まれ変わり様々な体験をしてきたベテランの老年期の人が自己需要が、必要なまでに自己評価が低くなるのはなんでだろう？謙虚ってことなのか、自己批判的な思いを持っているのか。そりゃ日本ではバリバリ働いて金を稼ぐタイプが一番評価されるからだろ。怠け者の質素な生活で十分とか言ってる奴は、負け犬の遠吠えか社会不適合者認定されれば、そう思うだろらら。老年期の特徴の一つに、人と意見が合わないときは、自分が間違ってると考える。自己評価が低いので、自分が間違ってると考えるのだろうか。ってことは、老年期の人は、あまり自信がないタイプってことなのかな。自分に自信がある人は老年期じゃないんだ、きっと。自信があるタイプは若年期だな。老年期の人は、引っ込み思案で自己評価が低くて自分が間違ってると考えるタイプ。逆を言うと、社交的で自己評価が、高くて自分が正しいと考えるタイプは、幼い魂。老年期は世間での評価が低いのは、自覚してるだろ。ただ、そのことに劣等感は持たない。他人は他人自分は自分で、質素な生活でも満足してる。引っ込み思案を辞書で調べてみた。内気で、積極的に人前に出たり、自分から行動を起こしたりすることができないこと。また、そのような性格や、その様、例、引っ込み思案で、友達がなかなかできない。そういう人、学生の頃思い出してみればいたでしょ。友達いなくて、教室の隅っこで目立たなかった何君や何さん。彼らは実は老年期の成熟した魂だったんですね。反対を言うと、社交的で人前に出るのが好きで、すぐ誰とでも親しくなれて、友達が多い人は、幼い魂と言える。クラスの人気者タイプなんだけど、実は幼い魂だったんですよ。いつもクラスのみんなの笑いをとってて、人気者だったから、自分いけるんじゃね？と自信満々で芸人目指すようなタイプ。自分の周りの人に当てはめてみると、わかりやすい。人気者いいなん。好きだよ。ほんと老年期の人は、この世では苦労してると思うよ。学生の頃は内気な性格のため、友達もできずいじめられることもあっただろうし。のんびりした性格のため、もっとしっかりしろと、親に言われ続けてきただろうし、そのせいで自分の性格を好きになれなかったんじゃないかな。
自分が嫌いで、ずっと変わりたいと思い続けてきたかもしれない。だから次第に、自己評価も低くなってしまったのだろうし、意見が合わない時も、自分が間違ってると思うようになってしまう。積極的で社交的な性格の人は、自分のような悩みなんて全くないんだろうな。さぞ人生を生きやすいだろうな。と羨ましかったり、でもそういうタイプの人は、トラブルメーカーで、裏では嫌われていたり、やんちゃで人に迷惑かけたりしてるのを見ると、その性格もどうかな、と考えてみたり。老年期の人が自分の意見を押し通さないのは、若い魂に経験させて修行を積ませるためだよ。口で言ってわからなければ、実際経験させてわからせる。結果がどうであれその過程が必要なんだよ。大人の対応だよわら。成人期や老年期の人でも、世間の価値観に洗脳されちゃってる人たくさんいるだろうね。謙虚で慈悲深くて優しく、思いやりがある成熟した魂なのに、世間の価値観に惑わされちゃって、自分は無価値な人間だ、と思い込んでしまう。テレビ見れば、お金持ちや高学歴高収入や、イケメンや美人を賛美する価値観の中において、自分はそれら全て持っていないことの劣等感に悩まされることもあるんじゃないか？魂の年齢や霊覚レベルの概念を持たないと、いくら成熟した魂とはいえ、この世の中で自分に自信を持つことは、なかなかできないよ。だからこその魂の年齢の教えなんだよ。魂の年齢について知ることで、初めて成人期や老年期の人たちは、自分に自信を持つことができるんじゃないか。この世的なものは何も持っていなくても、魂のランクという一番大事なものを持っている。それはこの地球上にあるあらゆる金銀ダイヤモンドをひとまとめにしても、それすら無価値に思えるほど。なぜなら、魂のランクを上げるために、何百回も生まれ変わりを繰り返すほどの、重大事項なのだから。なんで生まれてくるの？なんで人は生きるの？その答えは一つ。魂の年齢を上げるため。ほんとそれだけの理由なんだ。それしかないし、それ以外の理由はない。金稼ぐために生まれてくるわけでもないし、高い地位を得るために、生まれてくるわけでもない。魂のレベルを上げるため。ただそれだけのために生まれてくるの。そして、成人期や老年期の人は、本当は成熟した高レベルの魂なのに、そのことに気づかない人もたくさんいる。この世的な価値観に惑わされて自信喪失して、仕方なく生きてるような人もいるだろう。そういう人にこそこの真理を伝えたい。あなたは本当は素晴らしい魂の持ち主なんですよ。そして富や地位を得て、高慢地気になってる人に伝えたい。あなたは魂が未熟なんですよ。と。富も地位もなく、物にも人にも欲がなく、声も小さく影も薄く、紛れ何にもないが、そんな自分でも無条件に誇りを持ち、自信持って生きております。夢は魔法使いです。何も欲しいもんないけど、こんな俺も若年なん？どうだろう。自分でこの年代かも、と思うのはほぼ合ってるよ。若年ってこと？本当に自分が若年期と思うなら、そうでしょう。競争的で富や地位を熱望しているなら、若年期間違いなし。そういうものよりも、精神性とか神とか、目に見えないものを優先的に捉えてるなら、成人期以上でしょう。老年期の特徴として、引っ込み思案で気難しい性格とある。なので、老年期の人はもしかしたら、とっつきにくくて、人と距離があるタイプの人かもしれない。あまり人と打ち解けないタイプ。誰とでもすぐ仲良くなれる愛想のいいタイプの人は、成人期だろうなきっと。どんな人とでも心許して友達になれるタイプ。老年期になると逆に打ち解けにくくなるのかも。気難しそうで近寄りがたく、引っ込み思案のため、自分から話しかけるわけでもなく、人から誤解されそうだけど、本人は真理の探求にまっすぐに生きてると、典型的なグルジェフやクリシュナムルティだな。見た目からの推測だけど、確かに老年期の人は若い頃に周りの意見に振り回される。無理してそれに合わせようともする。しかし、一定の年齢になると、自分と世間との価値観の違いに気がつく。人は人、我は我なりと。そこからは、圧倒的な自信を持って、我が道を歩むようになるよ。自分の魂は今世で初めてできた魂では、なさそうと思っている。どんな経歴を持った魂かはよくわからないけど、また次の肉体に魂が入ったら、今よりも少し貫禄がつくかもしれない。今世で道を踏み外さなければね。老年期の特徴として、引っ込み思案的難しい性格とある。完全に自分がこの状態です。人が嫌いなわけではないのだけれど、距離を置いて付き合う、
深入りしたくないので、少なからず気の許せる人もいるけど、その相手も老年期の人ですね。初対面の人とは、絶対に打ち解けられないと思っていたが、稀に気の合う人がいて、そういう人とは一生の付き合いになると思う。多分老年期の人は、幾多の過去性において、散々人の嫌な部分を見てきたんだろう。裏切られたり、攻撃されたり、敵意を向けられたり、嫉妬されたり、恨まれたり、そういう過去性の経験によって、必然的に人間不信になり、人を安易に信じれなくなってしまってるのかもしれない。そのため人との距離を、作ろうとしてしまうんじゃないかな。それが、気難しく引っ込み思案な性格に、繋がってるのかもしれない。老年期の人が周りから潰されることは多分ないだろう。いかなる困難な状況でも、それを跳ねのける精神力と魂のパワーを持ってる。さすが前世であらゆる困難を体験しているだけはある。異能者というかレッドシュルダーだなわら。職場では、潰されそうになりますよ。根が真面目だから舐められるし、仕事もそこそこできるから妬まれる。同僚から評価が下がるようなことをわざと上司に言われ、潰されそうになったり、のんびりしてる性格なんで、サボってると間違えられたりはよくあった。仕事は遅れてるわけじゃないのに。今は自営業です。逆年から成人への移行は、一輝さんの言葉を参考にすると、うんざりするのが要になるのかな。まだまだな自分はうんざりするほど、逆年の価値観に向き合っていかなくちゃいけないな。よく百匹の猿現象と例えられるからには、魂の加齢の中の変化では、かなり劇的なものなのだろうか。自分のレス読み返してみたら、怖いこと書いてしまった。ごめんね。いいえ、その通りだと思います。勉強になって感謝しています。謝らないでください。よろしければご意見を聞かせてくださいませんか。私はチャレンジしたいという思いが強い。富も権力も名誉も美貌も持っていないが、それらを手に入れるために、精一杯努力したいと思っていて、少しずつ前に進んでいる。いかにもこういうところは逆念的だと思うし、妄想にとらわれることも幼い頃は多々ありました。だが、一輝さんが以前に書いてくださったような劇的な喪失は経験していない。これは、まだうんざりし、足りない段階でしょうか。これから劇的がうんざりが待ち受けているのか、それとも、もううんざりし終わった段階で、復讐しているところでしょうか。こうしてこのスレに足を運んだり、スピリチュアル的な思想に思いを馳せたり、神に祈ったり、カルマを増やさないように気を配ったり、そういうところもあったりするのです。逆念的な目標を達成したという実感がないのに、正念的な愛について、取り組もうとしている気がして、なんだかやり残していないか、気がかりになるのです。美貌を手に入れたい。整形？無駄に前向きなブスとか思い出した。有名な霊能者 M さんがよく言っていたのは、美男美女は性格が悪い人が多いということ。美男美女に生まれるのは、その容姿によって異性を引きつけ、恋愛や結婚の学びをしやすくするため。つまり恋愛や結婚の学びのために、相手を見つけなければいけないから、わざわざ美男美女として生まれてくる人生を選ぶ。まだ恋愛や結婚の学びの最中の段階の魂なので、あまり成熟した魂とは言えない。どちらかというと幼い魂なのだろう。だから性格的にも自己中で、エゴやプライドが強かったりする。つまり幼い魂ゆえに性格がよろしくない。なので M さんが言っていた、美男美女は性格が悪いというにつながる。横レスだけど、老年期でも最初から繰り返すらしいから、40歳未満ならまだわからないんじゃないかな。確かに、40歳くらいになってみないと性格にはわからない。自分も20代前半あたりまでは、社会的に成功してお金持ちになりたいという願望があったし、それでも30代の現在は生きていける程度の稼ぎがあればいいなと思っていて、まあ多くあればそれに越したことはないが、あとは精神世界や霊的な勉強や、心理の探求に人生を費やしたいと思っている。それくらい人の人生の価値観って、変わるものだから、あなたも今後、変わるかもしれないね。うんざりするには、立ち上げた会社が倒産して、自己破産したりとか、出世争いで蹴落とした相手に、ひどい復讐を受けたりだとか、遺産目当ての結婚詐欺にあったりだとか、富や権力のために法を犯して、刑務所生活を送ったりだとか、そういう負の経験をたくさんしなければならない。魂のどん底まで突き落とされる経験が必要。そのうち、自己破産した自分でも、愛してくれる人が現れたり、出所後の自分を面倒見てくれる人や、仲間の優しさに触れ、
人の善良な心に魂の金銭が触れる。そして彼らは物質的なものから、精神的なものへ意識が次第に移行していく。これが若年期から成人期になるための、通らねばならない道。前世で達成できなかったことを、リベンジしに現世生まれてきた魂がいるけど、彼らはこの段階の人たち。そういう人は、前世からあまり間を置かず、すぐ生まれ変わってくる。そういう人は、子供の頃からすでに目的意識が明確で、将来やりたいことを早い段階で見つける。老年期の人と一緒にいると、とにかく癒される。若い魂の人一緒にいると、とにかく疲れる。老年期の人は、思いやりがあって、優しくのんびりしてるので、そのオーラに癒される。若い魂の人は、自己主張が強くて、短期で感情的なので、一緒にいたくない。でも老年期の人は、そういう若い魂の人も受け入れる器がある。若い魂の人同士だと、自己主張や感情のぶつかり合いで、人間関係のトラブルを、しょっちゅう起こしたりする。ホストやホステスを見てください。不良やヤンキーはイケメンが多い。そして不良と付き合う女も美人が多い。これがどういうことか。魂のレベルとルックスは反比例するんじゃないかな。幼い魂ほど悪に染まりやすく、悪に憧れる傾向がある。悪い男を好きになる女も同レベルなので、美男美女は中年になっても色恋を求める。そのための人生なんだろう。美男美女というのは、性的な魅力のあるタイプということ。男ならワイルドで女ならセクシー。そういうタイプは幼い。顔の作りだけで、美男美女と言ってるわけじゃない。例えば、性格的にあまり社交的で、人を使うタイプじゃないから、会社を起用できなかった人や、容姿に自信がないから恋愛に積極的になれず、恋愛経験が少なかったり、若い頃は暴走族総長みたいな不良に憧れたけど、喧嘩する度胸も根性もないから、普通のあまり目立たない人生を送ったりしていた人がいるとする。彼らは自分の弱さのために、会社の社長にもなれず、恋愛マスターにもなれず、総長にもなれず、派手な人生を歩めなかったのだと感じているが、実はその弱さは、間違った道に進まないための素晴らしい長所なんだよ。言い方悪いが、宗教はそういう弱いと思われる人が、自信を持って生きることができる思想。その部分をニーチェは鋭く指摘した。宗教は弱者の奴隷道徳で、弱者が自分は宗教的には素晴らしいものだと考えることで自尊心を保っているということを、それは確かに真実かもしれないが、そのさらに深い霊的な意味での洞察をすれば、その弱さを持って生まれることで、あえて現世的なものから距離を置こうと、生まれる以前に魂が選択して生まれてきた、と言えるかもしれない。それが魂にとっては最高の幸せだったのかもしれない。度胸がないから喧嘩せず、人を傷つけずに済んだし、社交性やバイタリティがないから、起用して失敗する負担や人を使うことで、生まれるカルマを作らなくて済んだし、恋愛に積極的じゃなかったことで、その相手とのいざこざや、トラブルによる因縁や恨みやカルマも作らずに済んだ。度胸がない、社交性がない、容姿に自信がないのは、神様からのご褒美なんだよ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。